なぜならばもう、スタミナが3回分しかないから。いやー、飛び飛びだねー。こっちに持って行って、こうやればいいだ。ほんと3回だけだけ、あと5分、10分ぐらい我慢してもらえればもう終わるんだよ、これ。取るの方が調子いいんだよな。Wi-Fi が調子いい。これは距離あるとダメだな。ちょっとだけお待ちください。音が飛び飛びで。音を低くするが、こうなったら音のストレスがないように。音のストレスがないようにするか。音が高すぎるからちょっと下げるか。少しだけ下げるか。多分あと3回しかできないんで。で、多分レベルアップもしないと思うんで。で、終わりなんで。で、アークナイツか人狼通に入るんで。本当に10分ぐらいだけこの音飛びを我慢してもらえれば。あと3回しかできませんね。残念だけど。もう。あと13日だったか12日で60回やらなきゃいけない。こういう無料分も一応やっとかなきゃいけないから、まあ、けど、使ってまで回す気はあんまりないんで、まだ今日は。まああと3回やって大か、これも含めて3回。やっぱり琥珀層っていうのが仲間になってほしいね。左側が。左側勝てんだよな、なんか防御力。これでなんかモンスターを5体ぐらい集めて、モンスターそれぞれレベルマックスにして、それぞれなんかパワーアップさせて、5体を1体ずつ組み合わせて、モンスターのレベルを1プラス1プラス2プラス3プラス4ってあるみたいで、プラス4に持っていくっていうみたいですな。なんかやってんのは今。あと武器を掘ってるらしいです。マルチとかで武器掘って捨てを、困ったね。隠そう。あとちょっとだね。たまにわけわかんない全体攻撃する。
やっぱり硬いんだね、呪文。2万しか経験値が入らないから、多分、レベルアップはできない。できるんだったらもう3回になるけど。できるのかな？ああ、どうだね。2000足りないから、無理だね。6万になるけど、2000足りないから、あと2回だけ。コア取るっていうのも出てほしい。あと2回だね。レベルアップしないから、スタミナ回復しないね。あと2回。あと2回だけ。あ、ダンテとかは誰で、はい、あと2回、これ含めて2回。卵は弱いからいいけど。トビがやべえな。やば。怪しい技が来なければな。あ、お疲れ様です。確認してますか？いや、確認はしてないですね。確認はしてなかったんで、確認しますか。確認した方がいいのかな。確認していけばいった。あれですね。
確認ですか。アダボの確認か。確認、これ倒したら何、あっちに戻るってことなの、確認するってことなの、それともあっちのワタボポイントの確認なのかな。戻ればチケットくれるってことなのかな、本当に。もう戻ることが必要なかった。ほうがいいのね。これワタボじゃねえや、スライムだった。ワタボポイントかな、確認してみるか。これか。うん、琥珀層とスラキャン。スラキャンは1体取って、琥珀層が2体。取ってましたね。なんで、なんとか、スラキャンはまあ、1日1回出てきたの、あれしかないけど、うん、運ゲーだけど、琥珀層が2体です。2体取りましたね。年は育ってるな。あと1回だけだね。とはこれをで、また1時間別ゲーしてる間に8分あれば、何8分でしょ、1時間20分でしょ、で増えるかもな。琥珀層とスラキャンは、スラキャンはただまあ、あれですよね。二日目で一体出たって感じなんで。もう運だね、スラキャンは。琥珀層は戦ってれば、60回戦ううちに、まだ10回くらいで2回は出たから。今日は出なかったみたいだけど。琥珀層は長めになってほしいね。
あとはたまにマルチしながら杖を取って1個ぐらいね、6か7にしたような1個ぐらい。プラス4に今なってるから、あとでちょっとね余裕見て、今日はこれだけど、あ、今日はうん、スタミナ回復6だから一旦これを待って7時頃だね、7時頃にできれば、うん、2つ買えばまだいるけど待って、とりあえず地獄級の今日ってやるのは、違う、学園の今日をやらなければそんなに意地でもやらない。ああそうか、一回やっただけでも足りないってことか、足りないね。15だから、うん、夜の部だね、夜の部やるしかないね、多分2戦足りないね、一回、うん、1時間半待っても結局2万しか入らないから経験値的にはあれだな、多分無理だな、まあ、草使えばいっちゃいいんだけど、まあここはもうあれのレベルだからな、今日のところは、てか福引きがもういらねえ、地図とかこれどうすりゃいいんだろう、使っていいんだろうな、何に使うかわかんないから一回だけ引いてみるかな、2000ポイント引いてみよう、うん、どうせまあダメ元で、どうせ売りゃいいし、ちょっと待って、ダメ元で引くか、今日は大丈夫、何期待はしていいな、メタルスライムのいい方のレベルが悲しいけど、卵の方がいいのかな、まだ。うん。スタミナ的なあれだから。できなそうなのはしょうがないけど。闘技場吹雪。俺引かなかったっけ、闘技場吹雪。ということで、今日は一旦終わりの方向で、まあしょうがねえよな、こればっかりや、うん、早いうちに育成したいね、地獄級で神聖転生を行いたい。